さあやっていきましょう。ゼルケ作戦9日目という形になってきます。今日はですね、ワオ、はい、そしてコマンが出てきます。いやー、かなり注目ですね。ここは数値的にも使用感的にもかなり注目のところになっていきますので、期待していきたいなと思います。特にコマンはかなり早いんじゃないかなと思ってます。はい、そしてそこに加えてですね、今日は2人プラスで持ってきました。まずはですね、ダグラ選手ですね。右サイドバックのですね、パリ・サンジェルマンの選手になります。この選手もですね、スピード瞬発かなり速いので期待したいなと思っております。でそこに加えてもう1人、ジョルディ・アイ、左サイドバックですね、を連れてきました。もうこれはですね、もうスピード99だし、かなりね、身長低めなんですけど期待していいんじゃないのかなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということでやっていきましょう。レディーゴー。デパイはですね、もう一声間の数値ではあるんですが、お、かなり早いですね。どこまで伸びるかな。おー、5.5 切りましたね。かなり早いね。そしてダグバですね。ダグバは、あ、やっぱちょっとタッチ細かいな。めちゃめちゃ細かいですね。5.77。なるほど。かなりタッチ数細かいタイプでしたね。5.73 ということになりましたね。そして次、ジョルディ・アルバになります。ジョルディ・アルバもね、かなり細か、ん?タッチ意外に細かくないですかね。お、意外に早い。お、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 お。なんかさっきの流れからいくと細かくなっちゃうのかなと思ったけど、おー、だいぶ早いですね。なるほど。さあ、コマ行きましょう。いやー、ここはかなり期待ですね。あ、でもやっぱ早いな。見ててもわかる。おぉ、5.5 いきなり切ってきた。なるほど。いやー、これもう少し伸びるかな。いやー、ここ。おぉ、早い。5.40。いやー、だいぶ早いね。いやー、久しぶりに見た。さあ、結果見ていきましょうか。ダグバですね。ダグバが 5.73 という記録になりました。ちょっとタッチ数やっぱ多かったですね。まあ、思ったよりね、伸びなかったけども。そして次が、ジョルディ・アルバですね。ジョルディ・アルバ 5.58 ということで、ダグバと身長同じだったかな、確か。同じなんですけど、いや、こんなに差は出るんだなって感じですね。見ててもわかるぐらいタッチ数とかも全然違いましたね。なるほどね。そしてデパイですね、 5.50 切ってきましたね。かなり早いね。数値的になんかもう一声というか、全てが90点みたいな形だったので、なんか使いにくい部分もあるかなと思ったんですけど、こうやって見ていくとかなり早いから、全然前線でやっぱ使えますね。はい、ということで、そして最後ですね、コマン選手ですね、 5.40 ということで、いや、かなり早かったな。トップ10に入ってきましたね。いよいよやっぱりここぐらいまで来ると 5.40 とか出てきますね。いやー、ちょっと今後かなり期待な形になっていきますね。はい、ということで今日はこれで終わりたいなと思います。明日はですね、ロナウドを連れていきます。それに加えてですね、スピード97のかなり速い選手も連れていきますので、ぜひ期待していただければと思います。ということで今日はこれで終わりたいなと思います。また明日お会いしましょう。バイバイ。